さあ、それでは確認をしていきましょう。ここからですね、その相関について具体的なですね、考え方っていうのを紹介していきます。ね。散布図を見るっていう方法でももちろん OK なんですけれども、一つね、ちょっと例を考えてみたいと思います。こういうものがあったとします。で、英語の点数を X として、数学の点数を Y として、こういう風なね、表がありましたとね。同じ人が90点、90点取ってます。70点、80点取ってます。この人は70点、60点。この人は40点、30点。この人は10点、20点取ってますよ。みたいな、こういう表だと思っていてください。さあ、この X と Y に相関関係があるのかないのかっていうのをちょっと考えてみたいと思います。いいですか？簡単な話で、片っぽが増えれば片っぽは増えるのか、もしくは片っぽが減れば片っぽも減ってるのかっていう関係があるかどうかを見ていこうねって言ってるわけですね。で、これ明らかに見ていたらわかると思うんですけれども、英語の点数が高ければ高いほど数学の点数も高くなってますよね。これがまさに正の相関。お互い片っぽが増えていれば片っぽも増えているような関係になっている時に正の相関なんていうふうに言ったりとかするわけです。いいですか？ただ、正の相関といっても実はですね、いくつかちょっと種類というか、タイプがあるんですね。ちょっとこっち側行ってみましょう。さあ、ということでですね、テキストの方をちょっと確認してほしいんですが、テキストに図が3つあると思います。散布図の図が3つ、並んでますよねと。ね、まずこの一つ目の図見てほしいんですけれども、これ明らかにですね、点々点のこの、なんて言えばいいの？この散布図のプロットしている点が右肩上がりになってるわけじゃないですか。っていうことは、これは明らかに正の相関があるってことがわかりますよねと。OK？ じゃあ次の図見てみましょう。次の図。この図はどうなってますかって考えていくと、やや右上に上がっている感じはありますけれども、どっちかというとブワッとこう広がっちゃってますよね。広がっちゃってますよね。いいですか？最初のやつがこういうなんかね、ほぼ直線に近い形だったものに対して、次の図っていうのは少しこう広がっちゃってますよね。右上に上がってる感じはするけれども、ちょっと広がってるなっていう状態ですよね。OK？ で、こういう風な状態でも一応正の相関はあるわけです。一応右に上がってるからね。じゃあ3つ目のこの図見てみましょう。3つ目のこの図、これも右上に上がってるとか右下に下がってるとかってちょっとわからないですよね。こうなってくると、もうすでに相関関係がほぼほぼないというふうに判断されていくわけです。ですか？で、昔の偉い人はですね、ちょっと考えたわけですよ。ね、これ相関ってこういちいち散布図を見ないとわかんないのかなとね。で、散布図見るたびに、こっちの方が相関がありそうだなみたいなことをいちいち考えていくのもなかなか大変ですよね。要は例えばさ、会社なんかでね、こうじゃあマーケティングでちょっとなんて言えばいいの、こうアンケート調査でもしましょうとね。例えば、大学生が具体的な企業名出すのはあれなので、 A 社のスマホを使ってるのか B 社のスマホを使ってるのかね、それを年齢別にねちょっと確認をしていきたいと思って散布図取りましたと。で、バーンって2つの散布図が出てきましたと。比べます。どっちの方が相関がある？図を見ても正確な数字が出てこないとちょっとわからないわけじゃないですか。なので昔の偉い人は考えたわけです。どうにかして数字で表せないかな、数字で表せないかな、相関関係があるかないかっていうのを数字で表せないかなって考えたわけです。相関関係の数字っていうのは結局は正の相関があるのか、そもそも負の相関があるのか。いい？そしてこっちみたいに直線にずら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 って並んでいるような強い相関があるのか、まあ、右上になってるっちゃなってるけれども、ちょっとだいぶ幅が広いよねと。相関があるといえばあるけれども、ちょっと弱いんじゃないかっていう風な強弱。これを判定できたらすごくベストですよね。言ってる意味わかりますか？相関関係があるかないかっていうのを、まず、プラスかマイナスで表せて、強弱だから数字が大きいか小さいかで表すことができたらものすごく便利ですよねと。いいですか？そういう風にして編み出されたものっていうのがあります。それが今回学習する共分散というものです。こっちに戻ります。共分散というものがどういうものなのか、まず出てきた背景とかは一旦置いといて、いいですか？共分散がどういう定義なのかっていう定義の式をね、ご紹介していきたいと思います。さあ、共分散の式、テキストの方にも載っていると思うんですが、X と Y の強分散の時には SXY と書きます。SXY と書きます。分散の時は S の2乗だったじゃないですか。だからここに2乗つけたくなる気持ちがちょっと出てくると思うんですけれども、実際ここ2乗はつかないです。2乗つかないで注意してください。なんでつかないのかっていうのも今から説明していきますね。はい、イコール n 分の1倍の中括弧、ここ見ていきましょう。まず何をするのかっていうと、偏差を取るわけです。x の偏差を取るわけです。で、同じように y の偏差も取るんです。で、それを掛け算するわけです。いいですか？英語の点数、数学の点数、それぞれ平均点を出すわけですね。その点数から平均点を引く。点数から平均点を引く。っていう風な状態を作ってあげてるわけです。いいですか？これをずーっと繰り返し、掛け算して足し算していきます。次は x に引く x バーかける y に引く y バーの掛け算です。次は x3 引く x バーかける y3 引く y バーを掛け算するわけです。で、ずらーっとやっていって、まあ、n 個あるんだから、n 個の場合、xn-x バー、yn-y バー。ここまで掛け算して、また平均を取るイメージで n 分の1で割ってあげると。ね、n 分の1を掛け算してあげると。こんな状態になるわけです。いいですか？で、いつもっていうか、分散の時どうなってたのかっていうと、分散を計算する時には、例えば x の分散だったら、x1-x バーの2乗ってなってたわけじゃないですか。2乗ってなってましたよね。今回2乗の代わりに、こっち、y の方を掛け算してるわけです。こっちとこっちを掛け算してるわけです。いいですか？そうすると、こっちとこっち掛け算したら、イメージ的に2乗になってますよね。イメージ的に2乗になってますよね。だから、x と y を、ここでね、x と y を掛け算することによって、2乗の役割を果たしてるから、ここの記号の2っていうのは消えてるわけね。いいですか？ということで、強分散の式、これが、実を言うと、さっきも言った、こっちですね。相関がプラスかマイナスなのか、それか大きいのかちっちゃいのかっていう判定できる式になっていきます。仕組みのところまで考えていくと、今は少しだけ大変なので、しっかりとこれはまず丸暗記をしてください。丸暗記をしてください。でも、そんなに難しくはないと思うんだよね。分散の定義が頭に入っている人は、2乗だったものが、x と y の偏差をかけてるだけなんだ。x と y の偏差をかけてるだけなんだっていう風になってるわけなので、式としてね、そこまで難しいのかっていうと、そうでもないんじゃないのかなと、僕は思います。よいしょと。はい。ということで、この式、すごく重要ですから、しっかりとね、丸暗記をしていってください。で、せっかくですから、この数学と英語の例、英語と数学の点数の例を使って、一回ね、強分散を求める練習をしてみたいと思います。こっち行きましょう。ということでですね、強分散の出し方確認をしておきたいと思います。こちらですね、もうテキストに載っているから、計算の方はごめんなさい。この計算の式の通りにやってね。x の平均点は5分の 90+70+70+40+10。これを計算すればいいわけですから、計算してみてください。56になります。で、y の平均も実はこれ合計点同じになるように作っているので、56っていう風になりますと。いいですか？じゃあ、強分散ちょっと考えていきますけれども、どういうふうに考えていくのか。データは全部で10個あるわけじゃないからね。いいですか？縦でこれ、組み合わせが5ペアあるから5個だからね。OK。ここ5だからね。OK。で、最初の式っていうのは、90- 平均の56。こっちも 90- 平均の56と。こういう計算になっていくわけです。OK ですか？はい、ということで、SXY これはどうなるのかっていうと5分の1倍の中括弧 90-56×90-56 とこういう風になっていくわけね。次はって言われたら今度は 70-56×80-56 を考えていくと。OK。70-56×80-56 と。はい、どんどんやっていきましょう。皆さんも表を見ながら一緒に確認していこうね。70-56、60-56。はい、足すことの、この 40-56×30-56。ここ右ギリギリ入るかな？大丈夫かな？大丈夫そうですね。はい。で、最後が、10-56。で、20-56 と。こういう風になっていくわけです。OK ですか？さあ、そうすると、これどういう風に考えていけばいいのかっていうと、あとはこれ計算するだけなんだけれども、計算の方一応途中式書いてると思いますので、ここ頑張って計算してみてくださいね。で、ぶっちゃけるとこれぐらいの量の計算だったならば、電卓使わずに入試問題で出てきます。いいですか？これぐらいの量の計算だったらね。で、言ってもね、計算する箇所5箇所しかないので、ここは頑張って丁寧に計算していってください。724という数字が出てきますよと。OK ですか。まあ、とりあえずね、この計算の仕方をちゃんと確認してもらえれば全然 OK ですので、この考え方っていうのをね、しっかりと教文さん身につけておくようにしていってください。